して、ネットを使ったウォーミングアップスタートしています。重ねてのバーンになりますが、ボールの行方には十分ご注意ください。強烈なスパイクがあなたのところに飛んでくる可能性があります。ボールの行方には十分気をつけてください。Thank you.
ますよ。ありがとうございます。さあ続いてはすっごい強烈なスーパースパイクが決まった時に、スーパースパイクブン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 と手を下から上にこうね、スパイク打つじゃないですか。選手ボールでドンっていったこと、床に座った衝撃がブワーってこう跳ね返ってくるような、そんなイメージでいきたいと思います。じゃあせっかくなんで誰かがスパイクを決めたところでいきましょうか。いやボン、スーパースパイ、でも下から上に。さあここからレールを使ったウォーミングアップスタートしています。ここから強烈なスパイク、ボールコンテクルを行います。十分にお気をつけください。ボールを使った方にお気をつけください。この赤の治療、おー、ありがとうございます。
気持ちのいいストレートが決まった時のスーパースマイル、それを止めちゃうモンスターとの気持ちいいサービスエースのエース、さらにそのレシーブを吹っ飛ばしてしまうような強烈なスパイクのファイアーボール、この4つ一緒にやっていきたいと思いますので、じゃあまず簡単なエースからいきましょうかね。そうですね、エースからいきましょう。 OK、 では気持ちのいいサービスエースが決まった時は手拍子手拍子エースエース手拍子手拍子エースエース、リズムに乗って一緒にやっていきましょう。あ、もうやってくれますね、ありがとうございます。じゃあ皆さん心を一つに、エース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 、 OK、 ありがとうございます。この昨日日本戦でもたくさん聞きました、多分今日もこのエースね、西川選手と西田選手のサービスエース、まあ、みんなね、これで応援していきましょうよ。さあ続いては気持ちのいいスパイク、強烈なスパイクが決まった時のスーパースパイク、これはレフに合わせて手を下から上に行く、うん、おお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 お、こんな感じでやってみたいと思います。じゃあせっかくなんでよいしょ、誰かに決めた時がいいかな、いやさスーパースパイク、 Here comes the boom, 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 Here comes the boom。 ありがとうございます、いい感じ、いい感じのスーパースパイク、よし行こう、これはリズムやって手拍子をするだけです。いきますよ、簡単です。